どうも、エレメンツの久我です。釣り子 TV に初出演ということで、ちょっといろいろお話ししましょう。今日よろしくお願いいたします。お願いします。やっぱり綺麗なブースで、カラーも初めて見るようなカラーがいっぱいあるんですけども、自分のなんか関東のダム湖が多いんですけども、はいはい、これから出る予定で関東におすすめな感じの色とかがあったら、はい、あります、はい、こちらに、はい、自分のカラー一番最初に紹介するのもあれですけど、まあ、SSP ってカラーで、実はダヴィンチ唯一のインナープレートモデルなんですよ。で、こうキラキラするんですけど、まあ、オンライン、うちのオンラインだけで販売なんですけども、また今生産の発注はかけてるんで、また近い将来、近いうちにリリースの案内できるかなと思ってます。で、これは僕関東の三島湖っていうところでボジュアップをしてるんですけど、インナープレートモデルもかなりキラキラするんで、普通のフィルムとちょっと違うフラッシング効果が水の中で発生するんで、これはぜひ本当に水の中でダヴィンチはふわふわって光るぞ、こう反射だと、それを体験してもらいたい。これは、はい、インナープレートはキラを吸うんですけども、はい、すごい紫色が綺麗なんですけど、この紫の配合とか調合ってのは結構こだわったり、まあ、そうですね、一辺倒な色にならないように、グラデーションでものすごいな、ちょっとエラーの方も赤み強くしたりとか、はい、このテールに、テール紫なんで、なんとなく、ね、馴染んでいくように濃くしてみたりとかはしてます、はい、基本的にクリア系の紫なので、こだわってグラデーションっていうか、こう何層にも紫があるっていう感じではないんですけど、あとは鱗のこのメッシュがちょっと入ってるっていう塗装のあれになってます。あとは下がシルバーですね。なってスタンプも SSP 押してます。前回もう狙ってたんですけど、あっという間で売り切れてしまって、ね、これはもうこれちょっと異常でしたね。すごい速さで、インナープレートこれしか入ってないっていうのもあったんですよ。で、4分とかですよ。いや、もうそんなもんですね。ですね、はい、これもう僕らもウェブサイトをこう見ながら、こうオーダーがダーッと入ってきて、メールがもうやまなくて、ちょっとこう大丈夫かなって心配もありますけど、またちょっと量産の方向に向けて検討してるんで、結構細かくやっぱり SNS をチェックしてると、耳寄り情報がちょいちょい出てくるんで、もう僕フォローしたらもう絶対情報もう垂れ流しなんで、もうぜひチェックしてください。説明欄にリンク先を貼っておきますので、もうぜひぜひ、はい、ですね。あと 新色、はい、まだ未発表で、まあ、僕のツイッターフォロワーさんだったら多分もしかしたら知ってるかもしれないですけど、ドブンチ、栃木のある釣り人、まあカリスマって書いてますけど、はい、まあ一般のアングラーさんの、カラーですね。まあダヴィンチが初めて発表した時に、自分の腕ウッドで削ったダヴィンチ斜めの、はい、ここにまたこれリンクをしますけど、このウッドで作ってるんですね、はい、でそれを浮かべて漂う無農家とダヴィンチに似せたゴルワを浮かせて、もう面白くて、でいろいろやってるうちにこう出会うことになって、でいろいろカラー自分でお持ちなんですよ。でドブカラーっていうね、カラーがあったんで、じゃあドブンチっていう名前つけちゃったもんで、これ本当にいいカラーになってるんですよ。これはすごい。でこれですね、実は手塗り、一つ一つ手塗りなんですよ。でこの赤みがあったり、ゴールドがあったり、はい、ちょっと黄色ベースがあったりっていうのは、はい、全部手でやってるんで、ちょっと量産厳しいかもしれないですけど、まあなるべく皆さんにお届けできるようにちょっと頑張ります。でこれはちょっとオンラインにしか無理かなっていうカラーになりますけど、まあ、僕ドブンチってツイッターで検索するといろいろ面白いネタが飛んでるんで、調べてみてください。でこれが240というダヴィンチのサイズですね。まあテストずっと重ねてきて、で愛の位置とかちょっと微妙に190と違う形状になったり、ウェイトのバランスもちょっと違うんですけど、これめちゃくちゃ安定してます。190でももう苦戦したのが、この浮き姿勢とダイビング内の姿勢ってやっぱ違うじゃないですか。
そのウェイトバランスってすごく難しくて、やっぱりダヴィンチって大変なんだなって改めて思ったモデルで、でダイビングアイでものすごく速く回ります、まあ、破綻しないぐらいの速さで、この大きさで全然破綻しない、この大きさで多分他のメーカーさんでもないと思うんで、こういうバイブレーション的なやつはないんで、今後のあの琵琶湖とかですね、リードのトップこれでバーってやったりとかですねっていうのは、これぜひちょっと楽しみにしてください。自分の周りだと本当シーバスマンたちが、そうですね、シーバスってもらってましたもんね。はもうこの城のカラーも絶対出すんで、あのこれはシーバスまた秋口いいんじゃないですか。昨日聞いたら、あの、はい、去年はもうテストの段階でかなり巨大なシーバス、はい、振っちゃってるよっていうのは振ってるし、もうこのカラーもね、シーバスのラインナップに入れようかなと思ってるんですけど、あ、いいですね、はい、見やすいですね。あのこれもかなり安定してて、で、まあ、今年はどうまだスタートしてないですけど、これのランブルフィッシュテールもちょっと今後は考えてます。そうすると総計35センチ超えぐらいのシルエットが描ける、ね、でしょうね。ちょっとまだその設計してないんだなとも言えないですけど、まあ、ジャイアントベイトに4オンスあるんですけど、4オンスのものがどれぐらいこう長くなるかなんですね。でキャスタビリティすごくいいんで、はい、まあ、シルエットで大きくしたいっていうんであれば、これは選択枠に入っていくんじゃないかなと。でテール変えるだけなんで、はい、そこはぜひちょっと皆さん使ってくれたらなと思ってます。はい、じゃあ次ランブルフィッシュテールですね。はい、はい、あのやっとこれも発売ね、去年できて、まあ金型もすごいいろいろ工夫で削ったりしてですね、実現したんですけども、薄さをこう今この辺に落ち着いたんですけど、もっと厚かったらこの曲がらないとか、薄すぎたらここから裂けるとかですね。で今はあのデザイン上ちょっと強めに裂けないようになってるんですけど、はい、まあ、あとあの抜けにくく爪を作ったりですね、はい、していて、かなりシーバスでこの白瓶とか乗って、はい、まあ、もうものすごいガチャガチャに投げても全然取れなかったんで、うん、いや、これ取れないですよね。つけた時最初は若干不安だったんですけど、はい、使ったら、あ、俺かなり食いついてんだな。これちゃんとここ曲がるんで、はい、多分これキャストミスとかまああると思うんですけど、こう、こういうね途中抜けてるまんま投げるとさすがにまずいですけど、ちゃんと奥までググって入れた状態にチェックして投げていただければこう曲がるん で、はい、で飛距離も問題なかったでしょ。あ、もう全然、いや何も変わらなかったです、はい、なので、あの僕らもう散々テストしたんで、ブラックバスで考えるとやっぱり暴走のリザーバーでいくと、うん、これのテールの出し時っていうか、もし暴走のリザーバーって、まあ、あの革とか、はい、リバー系はかなりこう流していけるんで、ドリフトで流す展開とかの時に結構、まあ、いいと、ダヴィンチは流れに強いっていうか、ね、はい、流せるんで、他のルアーだとくの字で流れてたらですね、方向がこうなっちゃうんで、その部分はダヴィンチ強いかなと思って、キューエド側の加工の一番大潮の大激流の中で、はいはいはい、他のだとやっぱ動きがバタつきすぎちゃって、うんうんうん、当たり出せなかった中で、はい、ダヴィンチだけはある、うん、どんどん流れ速くなっても魚引っ張ってきたんで、これはすごいなって。ありがとうございます、はい、あの、はい、まあこれが水受けてくれるようになると思うんですよ、はい、その激流の中でも、はい、だからいろんな動きがこう発生するかなと思うので、うん、その辺ちょっと皆さんで試してもらって、あの超過があったら僕にダヴィンチ20伝えようって言ってもらえると嬉しいですね。あれも SNS で投稿すると、はい、もうほっとすぐに、いや結構調べてますよ、僕らチェックしてるんで、はい、やっぱ嬉しいですよ。でやっぱり、まあ、ダヴィンチって名前がちょっと検索しにくい部分もあるんで、どうにか僕らから拾ってこうみんなに見てもらいたいっていうのもちょっと気持ちがあって、うん、そういうのでちょっと日々、はい、なるべくこう返せるように頑張ってます。今後はまだまだ、2年目キープキャスト2年目なんですけど、まあ正直まだダヴィンチ以外のルアーを作ってるっていう状態ではないんですよね。でも、まあ、いろんな今面白いお話をいただいてるんで、
まあ、この先僕らメーカーとしてどういう風になっていくかっていうのは皆さんチェックしていただけたらと思います。まあ、この一発屋で終わるわけにいかないんで、はい、頑張ります。貴重なお時間ありがとうございました、はい、ありがとうございます。この間、去年のフィッシングショー、はい、あ、フィッシングじゃない、キープキャストで、はい、このカラーを見てダヴィンチを知った人がツイッターでフォローしてくれます、うん、で、ダヴィンチのブースがすごく綺麗で、はい、で、僕もそれを投稿を見て、僕も嬉しくて、で、今日、昨日も来てくれたんですよ。でもその子もこのカラー、このカラー、かわいい。僕最初、ソルトウォーターのこのカラーってシーバス釣りやったことなかったんで、はい、コットンキャンディーって何だろうと思って、これ大丈夫かなと思ってたんですけど、今一番これ僕シーバスでやるのが神カラー。僕初め人生初のシーバスをこれで 81.5 ランカーランカーで、その15分後にこれで81つです。人生初の2本がこの色だ。コットンキャンディー、この透明の中でこの色が変わっていく感じがすごい可愛いなと思って。最初はフィルムは何回か変えたんです、サンプル作る時で。でも最初から透明やったんですね。ああ、はい、それはテスターのマスオさんがこういう色がいいっていうカラーの理想があったんで、それをまあ形にしたんですけど、僕正直ダヴィンチにこの色どうなんかなと思ってたんで出来上がってきて、あ、いいと思ってます。だから透明にしてよかったのと、でも透明だからって言ってその連れてるのかっていうのはちょっとあれですね。まあ、そうですね、うん、でも綺麗ですね綺麗、本当に綺麗な。後ろっていうか背中、あ、お腹は全然綺麗なんで、あ、そう、本当に置いときたいです。このスタンドも本当はね、なんか買ってもらえるようにしたいですね。あったらいいですね。これ、うろこデザインさんっていう福岡の、僕地元は福岡の糸島ってところなんですけど、そこの、家具作家さん、うろこデザインさんはロットスタンドやったりしてます。そこと僕で、やったんです。いや、なんかダヴィンチどの色も可愛いと、あれ僕の、これね、紫好きで、なんかすごいいいなと思って、ありがとうございます僕の特権で、僕の会社だし、僕のやりたい放題やったからで、一番かっこいい色作っちゃうっていうのが、まあ、紫好きなんで、多分これビビビなんだろうなと思って。で、待て、続く